アンディル・フォー・コニエは、フランスの画家である。様々なスタイルの作品を残しているが、キュビスムの画家の一人として、最も知られている。フランス北部、パイコールドカレー圏のエスダンの医師の息子に生まれた。法律を学ぶために、パリに出るが、美術に転じ、ジャンポール・ローランスのスタジオで学んだ後、アカデミー・ジュリアンでも学んだ。1904年と1905年に、 アンデ・パンダン・テンに出展した、アンディ・マティスのような大胆な色使いの作品を描いた。1907年には、ブルターニュノに移って、海岸のプルマナックで活動した1908年に、パリに戻り、1909年にアルベール・グレーズや、ロベール・ドローネーといった画家と知り合った。1910年に、ワシリー・カンディンスキーに、招待されて、ミュンヘン新芸術家協会のメンバーになった。 1911年にイタリアに旅した。1911年に詩人で批評家の業務アポリネールらの呼びかけに応じてアンデ・パンダン展の会場の一室を選挙しキュービシムのデモンストレーションを行った画家の一人となった。1912年にジャック・エミール・ブランシュの公認としてパリの私立の美術学校アカデミー・デラ・パレットの校長に選ばれ、ジャンメッツ・アンジェや アンドレ・デュノワイエド・スゴン・ザック、オイゲニュース・ザック、ジャン・フランシス・オービュル・タンを講師に招いた。1912年に、スペインで開かれた、最初のキュビスムの展覧会に参加した。1914年に、オランダのドンブルクに滞在しているときに、第一次世界大戦中が始まるが、軍務に就くことを望まず1820年まで、オランダに滞在した。その後より、 伝統的なスタイルの絵画に回帰した。1946年にパリで死去した。ありがとうございます。